お腹を引き締めたい方は今回のプランクがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、たったの20秒でしっかり効く膝つきタッププランクというのを紹介します。20秒頑張った方は必ずこんな感じにうわーっと痛くなりますんで、ご注意ください。まず最大のメリットとしては、腹筋にかなりしっかり効きます。通常のプランクはですね、腹筋と脊柱起立筋両方に効くんですけども、今回は腹筋メインで効きますんで、しっかり、腹筋に効くということになります。で、普通のプランクよりも負荷がかなり高いです。ですので短い時間でしっかり効かすことができます。メリットとしては、骨盤を後傾させてプランクを行えますので、お腹をしっかり締めた状態で腹筋を行うことができます。通常のプランクよりも腹筋に負荷がアップしています。で、短い時間でしっかり効きます。で、腰が反れずに骨盤が後傾していますので、腰を痛めにくいプランクになります。デメリットとしては、骨盤が前傾していると腹筋よりも脊柱起立筋に効いてしまうので、そこは注意してください。で、負荷が上がりますので、肩や肘、膝がもしかすると痛くなるかもしれないので、できるだけ柔らかい場所でやってください。ではやり方を説明します。まず通常のプランクはこうです。腰が反れないように骨盤を締めて、こういう感じでプランクを行います。で、膝つきプランクというのは、できるだけ手を前に伸ばして肘を近づけないように、手を伸ばして膝とつま先で、腰が反れないように、お尻を締めて体をキープします。これでもかなり効くんですけども、今回はさらに効かします。腰をまず反れないように丸めて、ここから膝を上げる、つく、上げる、つく、といった感じで膝をタップします。これを20秒間一緒に行いましょう。膝をタップすることで体に振動が与えられるので、腹筋にね、グッグッと効きます。膝が痛い場合は何かクッションか何かを置いてください。では一緒に20秒やっていきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。イエはい、お疲れ様でした。20秒間どうでしたか？できましたでしょうか？もしかするとですね、肘を近づけないと体が上がらないって方も多いと思います。ですが、それがね、しっかりね、肘前に伸ばして腰を丸めて骨盤を後傾させて動くことができれば、腹筋にしっかり効きます。はい、おさらいなんですけども、肘と膝をついて膝を上げたり下げたりしてタップしてプランクを行いました。最大のメリットとしては、負荷が上がるのでしっかり腹筋に効きます。メリットとしては、骨盤の後傾させやすい、負荷が上がる、お腹が痛くなります、短い時間でしっかり効く、通常のプランクはですね、慣れるとですね、腹筋よりも脊柱起立筋に効いてしまったりして、全然ね、もう30秒とか1分とかキープできて効かなくなってきます。そうするとね、やっぱりしっかり効くプランクにシフトチェンジしていって、どんどんね、効くプランクに変えていってもらえたらと思います。で、腰をね、しっかり丸めてやれば全然腰は痛めません。ただ肩、肘、膝、そこにも負荷が乗りますので、やはり肘とね、膝とつま先で体重を支えますから、やはり肩とか肘とかね、膝が痛むことがあります。骨盤がね、前傾していると腹筋に効かない、腰が痛いっていう風になりますんで、しっかり骨盤をね、後傾させてやってもらえたらと思います。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタンやコメント、質問などよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアしてもらえるとタートル喜びます。ありがとうございます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。